はい、シグナルが来たんですね。で、打ったんですけども、先頭に打ったんですけども、どうでしょうか。これはもういいシグナルですね。いいシグナルですよ。こうですね。まあ、ユーロ JPY と CHF JPY 両方ともシグナルが来ましたね、これ。12時37分04が最終的ですね。これだけ落ちてくれば、こういう時間帯ですね。こういうシグナルが出たら最高ですけどね。あ、遅い。もう2敗してるからね。今週2勝4敗ですよ。今年。どうでしょうか。もうちょっとレアですね。ちょっと長いね。あとだから10分ですか。50分ですね。13分締め切りだからね。上がっちゃう可能性があるんですね。ちょっと前置きを長すぎたか。2つ違いが来たんだけど1個だけにしてんですね。文字が分かんなくなっちゃうから、ね、こっちもこっちもこういう時間ですね。2019年1月4日12時43分ですね、現在ね。きついね。4勝2敗でね、はい、ハンマヨ先生です。2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一なり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストのハンマヨ先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回2019年投資4勝2敗です。4勝3敗になりそうかということですね。今2個負けてますね。ということでね、手数料があるんで、2回取り返しても取り返せません。3回じゃないとね。ですので、厳しい2019年となってますけれども、こういう投資法がうまく成立すれば、世界一の億万長者は越しますので、そういうレベルの問題ですのでご了承ください。 FX で投資できますからね。で、残り、ね、5分ですね。今のところいい事情ですけれども、上がっちゃわなければ勝ちですね。これは調子よくいいようなシグナルからのね、維持なんですけども、前がずさんでね、今年頭とても厳しい状態でした。2勝4敗ですからね。
とってもきついですね。ちょっとこちらをお見せしますと、ね、こちらですね、こんな具合ですね。2勝4敗なんですよ。なんかな、ちょっと待ってね。まあ全部見てないから。違ったかな。まあ後でちょっと見ましょう。さあどうですかね。勝てますかね。残り4分です。こちらのシグナルもいいですね。この通り12時37分04分に出てます。両方出てるんですね。ユーロ JPI が前に出てまして、 CHEF JPY、 これ両方ともね、成績いいですね。こうですね、こういう具合なんですね。こちらの方で見てるわけなんですけど、でこちらの問題ですね。それでこちらですね、残りゴールドも勝ってもまあ2本ですね。まだね、2本負けということで1本なんだけど、手数料はありますけど2本勝たないと、あとはい、こちらの方はもう決まったですね。分析結果は正解で勝ちました。13回表示されてる13ってあるんですよ。1080の後の13ですね。2行目なんです。